地味キャラ劇場飛んでけクンペンペンダン。訓練兵団とは、巨人の侵攻を食い止めるべく志願した少年少女たちが戦う術を身につける学校のようなものである。カン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 、本日は練兵場にて立体機動の基礎訓練を行う。全員速やかに表に出るように。なあ、今さら基礎訓練なんておかしくねえか。別におかしくもなんともないと思うけど。あ、エレンはあれ苦手だったっけ。苦手じゃねえよ、あん時は金具が壊れてたせいで。そろそろ行かないと教官に怒られる。全身のベルトで体のバランスを取れ。これができない奴は開拓地に移ってもらう。やっぱりだ、これもうとっくにやったやつじゃねえか。なんで今さら。イエガー訓練兵、何をブツブツ言っている。すみません、こんなもの今の俺ならなんてこと。クレン、いってぇ。どうしたイエガー訓練兵、できていないのは貴様だけだ。開拓地へ戻るか。そんなはずは、金具がいけないんです。言い訳か。まあいい、ワグナー、イエガーとベルトの装備を交換しろ。ありがとうございます。今度こそ。くるん、いてぇ。なんでなんだ、できてたはずなのに。残念だが、貴様は兵士失格だ。開拓地へ。待ってください、もう一度。どうすればいいんだっけ。エレン、運動苦手の僕だってできたんだよ。向いてないのなら仕方ない、生産者として人類を支える選択もある。お前ら、何かきっかけでもあれば思い出すかもしんねえ。コニー、お前この訓練上手だったよな。何かこそ。悪いけど感じろとしか言えん。ブザマだな、おい。あれだけ巨人を駆逐するって息巻いてたくせによ。お前ら。エレン、こんなのもできないの。ねえ見てよ、フランツ。ハンナ、そんなにジロジロ見たらかわいそうだよ。はあ、どうした、家が早くしないか。うわ、くそくそ、俺は一生こんなところで。私はこういう暮らしも悪くないと思う。兵士になんてなったらいつ死ぬかもわからないもんね。それ言ったらどこにいても同じだろ。いつ巨人が壁を破ってくるかもしんねえってのに。出たー。くそ、こんなんじゃ戦えねえ。エレン、一旦逃げよう。なんでこっちにも。囲まれた。うわ、ミカさん、アルミ。駆逐してやる、駆逐してやる。エレン、エレン、起きてよ。アルミ、お前踏まれたはずじゃ。何言ってるんだよ、寝ぼけてるの。早く起きてよ。寝ぼけ、じゃあ今のは夢。ああ、どうりでおかしいと思ったぜ。それどころじゃないんだよ、ほら巨人が。安心しろアルミ、それは夢の話。これももしかして夢なのか。まだ寝ぼけてるの。兵士にはあらゆる環境でも生き抜く強さが求められている。このため雪の日、嵐の日などの過酷な状況下でも訓練は行われる。なんでこんな雨の中訓練しなきゃいけねえんだ、めんどくせえ。だがここで手抜いてあの野郎に遅れを取るのも尺だしな。チラ、この前もみんなの前で恥かかされたし、あいつに任されっぱなしなのも気に食わねえ。ここは何が何でも奴よりいい点数取っとかねえと。確かこの先カーブになってたはずだよな。よし、ここでショートカットだ。ガサガサ。あれ、
ジョン。うまくいったぜ。あとは奴らの前で合流すりゃいいか。そろそろ来てもいいはずなんだが。チラチラ。まさか。マジかよ。はぐれたなんてシャレになんねえ。とにかく追いつかねえと。こっちだ。チクショ。こんなタイミングでガスケツかよ。ついたね。今日の訓練はこれまでとする。全員揃っているな。巨岩、ジャンとマルコがいません。またサボってんのか。あいつ、マルコはそんなことしない。ジャンはともかく、マルコまではぐれるなんて。ふん、奴らが戻ってきたら私の部屋に来るよう伝えておけ。解散。おかしいだろ、もうついていいはずなのに。連兵場どっちだ。寒い。ガチ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 。あ、そんな、戻ってきちまったってのかよ。あ、おい、お前マルコか。まさかマルコも俺みたいにズルしようとして。でもこいつに限ってありえねえ。おいマルコ、マルコ、おい起きろ。寝るな、寝たら死ぬぞ。痛いよジャン。俺ジャン、ロコは幻を見ているのか。マルコ、なんでこんなところに。いや、君が横道にそれるのが見えたからさ。もしかして道を間違えたんじゃないかと思って。ちっ、どんだけお人よしなんだよ。ポリポリ、立てるか。ありがとう。俺を探しに来て逆に迷ってたら世話ねえよ。雨は止んだが、このままじゃ二人とも凍え死んじまう。じゃあ僕のガスがまだ残ってる、君だけでも。バカ野郎、お前だけ置いていけるかよ。とはいえ、一体どっちに行ったものか。どうやら死なずに済んだみたいだぜ。なんだ、こんなに近かったのかよ。あ、いた。こっちだよ、みんな。じゃあ、マルコ。おい、マルコ、大丈夫か。うん、僕は。まったくお前ら、こんな大勢で来ることはないだろう。あと少しで自力で帰れたところだったのによ。はあ、探しに来てやったのに言い方ってもんがあんだろ。別に頼んでねえだろ。大体お前らと一緒に行動するとろくなことがねえんだよ。出たー。うわー、ちくしょう、やっぱりろくなことねえじゃねえか。元はといえば誰の娘なんだ。困ったところで呼ばれるんだ、二人とも。厳しい規律の中で暮らす訓練兵は、夕食後は翌日の訓練に備えて速やかに就寝することが規則となっている。男子が女子の部屋に遊びに行くなどもってのほかだ。お、あれ、落とし物かな。ペチャクチャ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 。ねえみんな、これ食堂で拾ったんだけど。女子のじゃねえか。落とした人きっと困ってると思うんだ。一体誰のだろう。中開けて見てみようか。ダメだよ、大事なものが入ってるかもしれないよ。じゃあ教官に預けておけばいいんじゃない。でも持ち込んじゃいけないものが入っているかもしれないぜ。そうだね。よし、これ僕が今から女子のところに届けてくる。おい、マルコ、別に明日でもいいんじゃねえか。だってすごく困っているかもしれないし。でも届けるっつったってどうすんだ。
廊下はそろそろ教官が見回りしてる頃だと思うぜ。見つかったら面倒だ。そうなんだけど。よし、いいこと思いついたぞ。立体軌道で女子の部屋に窓から忍び込んだらいいんじゃないか。何無茶なこと言ってんだよ。それに教官に見つからなくても、女子に見つかったら一生変態扱いだぜ。それなら女子がいなくなったタイミングを見計らって部屋の中に置いとけば問題ないよ。それって女子の部屋ずっと覗いてるってわけだろ。まあでもすぐに届けたいってんならそのくらいしか方法ないぜ。確かに。そうと決まれば早速準備しよう。よし、エレン。何やってんのエレン。何って、ほら明日も早いし。今の話聞いてなかったの？聞いてたけどさ、俺一刻も早く巨人を駆逐しなきゃいけないから。じゃあマルコを放っておいてもいいっていうの？別にそういうわけじゃ。おい、そんな白状物置いといて早く行こうぜ。白状物って誰のことだよ。そっか、白状じゃないならビビってんだな。ビビってなんかねえよ。上等だ、俺もついてってやるよ。ほら、言い争ってないで早く出発しよう。みんなまだいるね。ちょっと様子を見ようか。あ、ピン。やばい、ミカサだ。みんな動かないで。にゃーん。おい、何やってんだよ。このままじゃ気づかれちまう。いいからお前らもごまかせ。にゃーん、にゃーん、にゃーん。なんだ、猫か。猫だった。危なかった。あいつ勘がいいからな。ねえ、もしかして今ミカサに渡せばよかったんじゃないの？それもそうだ。くそ、つい隠れちまった。さっさと中に入ろうぜ。ここが女子の部屋か。俺らの部屋と作りは同じなのに、なんだか雰囲気違うな。この辺に置いておけばいいよね。よし、さっさと帰ろうぜ。タオル忘れた。なんでエレンがここに。いや、俺はついてきただけで。てめえ、自分だけ。もしかしてポ。いや、何考えてんだよ。あのタイミングで出てくんのはずるいぞ。でも忘れ物は届けられたしよかったよ。マルコ、お前どんだけお人よし。なんと、地味キャラ劇場飛んでけ訓練兵団、エレン、カジユウキ、ミカサ、石川ユイ、アルミ、井上マリナ、ジャン、谷山希少、マルコ、大阪亮太、キース、最上嗣男。じゃ今日は逆から、作画、スタジオ森健、大久保香織、宮島誠也、西本大地、金子。